そして今回いじり物ということでローダウンと車外のタイヤホイールが装着されていると、はい、ワイド感すごい強調されてますね、はい、この色の組み合わせってなかなかやっぱりないですよね。ないですね。早い。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS4 アバント2019年式12800キロこちらの車両になります、はい、またかっこいいのが入ってきたじゃないですか。そうですね、ちょっと今回はオプションもある程度ついていてちょっといじった車になってます。お買い得車両ですね。そうですね、はい、こちらをご紹介させていただきたいと思います。まずこの外装カラーがいいと思うんですよ。はい、はい、そうですね。ミサノレッド、ミサノレッドあんまりないと思います。はい、でまた欧州車の赤って割と少ないじゃないですか。はい、少ないですね。でこの役付きの車で赤でって目を引いて、はいはい、で、はい、5月僕とカメラマンでドイツ行かせていただいて行きましたね、はい、あのヨーロッパってワゴン文化なんですよね、はい、あ、そうなんですか。でめちゃくちゃこうワゴンたくさん走ってて、はいはい、なおかつこう役付きの車とかと時々走ってるんですけど、はい、めちゃくちゃかっこいいんですよ。やっぱりそうですか、はい、でアウトバーンこうしっかりそれなりの速度で走れてて、はい、それがなんかもうまんまこう体現してる車じゃないです ですか、はい、もう目的にかなりおすすめの今回から、はい、であとは思うんですけど、はい、このドイツ車でこのアウディの RS4 のライバルってほぼいないと思うんですよ、はい、いないですね、はい、まあ、よく引き合いに出されるのは C63 ワゴンなんですけど、はいはい、あれってFR じゃないですか、はい、でまた車のキャラクター若干違うじゃないですか。違いますね、はい、で BM も今度 M3、はい、でワゴン出す、はい、今度4駆になるかもしれないという話もありますけど、はいはいはい、今のところこのパッケージ、このスタイリング、はい、内容っていうの、はい、あんまり被る車がないな。ないですね、はい、でもちろんその走りの部分に関しても、はい、まあ、すごいこう特徴的な部分もあると思います。ありますね、はい、まあ、かなりハマる人にはハマるんじゃないと思います、はい、でまず外装から見ていきたいんですけど、はい、外装もカーボンと黒と赤でめちゃくちゃまとまってますね。まとまってますね。 RS 系でいうと割とこの、はい、あのシルバーのラインが入ってるアルミ調のあのイメージですけど、はい、今回の車は全部このカーボンのパッケージと、はい、あとカーボンのパッケージもそのシルバーのと黒になるんですよね。あります、はい、で黒い方が入ってるんで全部黒とカーボンでまとめられてると、はい、グリルなんかも真っ黒じゃないですか。真っ黒ですね。そして素地じゃないんで高級感も、はい、ありますね。しっかりあるという、はい、であとは、一応いろいろオプションリスト見たんですけど、はい、おおよそ必要なものに関しては、はい、RS 系の場合、はい、全部ついてくると。ついてきます。あとはニュアンス変えるものだったりとか、そうですね、少しプラスアルファ便利機能がオプションになると。はい、で今回カーボンのパッケージもついてますし、はい、あとヘッドライトに関してはマトリックス LED が標準装備になる。標準です。今回約1万3000キロってことなんですけど、はい、外装も非常にコンディションいいですね。コンディションいいですね。割と走る車なんて、はい、割とこの辺ダメージある車も少なくないですけど、そうそう、結構飛び石があの多いお車とか多いんですが、こちらに限ってはもうほとんどないぐらいな感じのイメージで、はい、おそらく高速移動なんかは少なめで街乗りメインで使われてた車って感じですよね。あとは何といってもこの最初に戻りますけど、はい、スタイリングだと思うんですよ、はい、これがあの一番大元のところって RS2 っていう例の、はい、あれがなんか源流になって、はい、そのままこう進化していって、はい、RS4 になってるんですよ、はい、で読み物に書いてあってハッとしたんですけど、はい、一番最初の RS4、はい、B5、はい、あれって 2.7 リッターの V6 なんですよ。で先代が V8 だったじゃないですか、はい、でその流れからすると、はい、なんかすごい戻ってきた感じがありますね。そうですね、はい、でこうパワー戦争じゃないですけど、はい、どんどんエンジンもでっかくなって、はい、どんどん馬力も出て、はい、で最近ようやくこうダウンサイジングが進んできたんですけど、はい、もう例によって C クラスなんか次4気筒とか言われてるじゃないですか、はい、言われてます。すごくいい機会というか、そうですね、いいタイミングだと思うんですよ、はい、一番最初の V6 に戻ってきて、はい、馬力に関してはとんでもない馬力で帰ってきてますけど、はい、そうですね、パッケージとかほぼ変わらず、はい、帰ってきた感があるのと、はい、あとはアウディの90のイムサスか、はい、あれをなんかこう外装をすごいオマージュしてるみたいです。割とこうカクカクっとして、はい、このブリスターフェンダー25ミリぐらい出てるらしいんですけど、この辺のラインなんかもう他の車両紹介撮った時も言ってるんですけど、すっごいなんか筋肉質な感じしません？しますね、はい、マッチョな感じしますね。マッチョな感じします。これは、はい、こんな感じのフェンダーになってる。そして今回いじり物ということで、はい、ローダウンと車外のタイヤホイールが装着されてると、はい、でホイールの方が BC フォージドの RS20 というホイールが、こちらがマットブラックのフィニッシュになってるこちらのホイール20インチ、はい、でタイヤの方は275/30/20ということでオプションと同サイズですかね。そうですね、はい、こちらの方が装着されてる。
これいいですね、足元なんか。そうですね、なんかあのマッチしてますよね。あのフィンのイメージあんまりアウディないですけど。ないですね、はい。なんかこうまとまりがいいというか。いいですね。色の組み合わせですかね、やっぱり。やっぱりこうバランスで赤と黒でこう締めてるところにやはり同じ黒系の色を入れてるので、それでこうかっこよく見えてるっていうのもあるとは思います。はい、あとは外装の黒って基本的にこうツヤありの黒じゃないですか。ツヤありですね、はい。だから強い消しなんで、はい、ちゃんと足元は足元ってこう別の主張になってる。そうですね、まあ、非常にまとまりはいいと。あと今回ローダウン、はい、されてますね。はい、結構今低い状態になってますが、まあハイトアジャスト系のスプリングなので、あの若干車高を上げたりとかっていうのは可能になってます。要はカーベの純正ショックを車高調化するキット、はい、HAS が付いているということで、かなり下げ気味に、ちょっとあのストロークが気になるんで、そうですね、これは試乗で乗ってみましょう。そうですね、ただ純正ショックを車高調化してるんで、はい、基本的に電子制御の足回りがそのまま使えるという。使います。あの磁性流体のナッパーですよね、はい、そうです。こちらが装着されてございます。であとキャリパーの方もカラードキャリパーの赤い、はい、チックスポットですかね。そうです、はい、こちらが装着されてます。あと足回りがとにかくアウディめちゃめちゃお金かかってるんですよねっていう話ですよね、はい、フロントリアともに5リンクっていう、はい、だからもう路面追従性がすごい高いという、はい、あの僕が乗ってもこのめちゃめちゃ安心感というか、はい、もう本当にゲームじゃないけど、はい、なんかこうどんだけ踏んでも大丈夫なんだろうなっていうのがもうなんかシートとステアリングとペダルに伝わってくるじゃないですか、乗ると、はいはい、その辺すごくお金がかかってるっていうことみたいです。であとは外装、他のところも非常にまとまりありますね。そうですね、窓枠もそうですし、はい、あとここもカーボンになってたりするんで、外装のまとまりはかなりいいかな。あとミラーやっぱり SRS 系シルバー定番じゃないですか、はい、この辺もカーボンになってるんで、そうですね、まあ、一体感があるかなと。あとこのルーフレールだけ、はい、マットのブラックになってますね、はいはい、この辺も気になるようであれば、はい、そうですね、一手間加えてもいいのかな、はい、あとはオプションのサンルーフが今回装着されているということ、はい、ワゴンにサンルーフ良くないですか。いやいやいや、ワゴンにサンルーフは欲しいですね、はい、なんかすっごいスタイリッシュに見えます、はい、見えます。こちらの方が装着される。あと後ろのこのブリスターと、はい、はい、ここもすごいですよね。このスタイリングのワゴンってないですよね、 ないですよね、なかなか。まあ、もちろんその役付きのモデルでワイドになってる車とかってありますけ ど、はい、すけどね、こんなに分かりやすく出てるのって、はい、もうランサーエボリューションのこんくらいじゃないですか。やっぱここ の、 あのラインなんですかね、ちょっとこうカクッとしたところがやっぱりエッジが効いてていいのかなと思いますね、はい、あとフロントもそうですけど、リアのこれこのブリスターの一番端のこのダクト、これがこうデザインすっごい効いてると思うんですよね。効いてますね、はい、ワイド感すごい強調されてますよね、はい、そして唯一一点僕ちょっと物申したいのは、はい、あのおそらくなんですけど、はい、タイヤホイールが純正車高か、はい、もうちょっと車高高い状態のフィットメントじゃないかなと。そうですね、若干中にちょっと入っちゃってますので、ちょっと内気な感じが。そうですね、はい、これおそらくなんですけど、はい、あのもう少し車高を上げると、はい、多分キャンバーが起きて出てくるんじゃないか、ちょっと若干出るんじゃないかなと思います、はい、そんな気しますよね。しますします、まあ、この辺はさじ加減で、はい、スペーサー入れてもいいと思いますし、はい、まあ、ご納車時にご希望の車高に、はいはい、いたします。スタイリング的にはこのぐらいの車高がかっこいいですけど、かっこいいですけどね、はい、まあ、乗り心地だったり駐車環境もありますから、はい、その辺は板尾さんにご相談いただければ、はい、車高の微調整可能になっております。そしてあとは後ろ、はい、後ろもすごいスタイリッシュだと思うんですよ。後ろもいいですね。あのテールランプの形だったりだとか、はい、あとデザインってめちゃくちゃ重要じゃないですか、はい、重要ですね、はい、すっごいこうアウディのこの RS、はい、RS4、はい、一体感というか。そうですね、あもう誰が見てもかっこいいよねっていう、かっこいいねってなりますよね。火の打ち所がないこのデザイン性の高さ、はい、あとはこのリアのスタイリング、はい、ここの角度もワゴンってすっごい重要じゃないですか、はい、重要ですよね、はい、アウディってもう過去の発言整合性取れなかったら恐縮なんですけど、はい、ワゴンで一番かっこいいと思うんですよ、はいはいはい、ワゴン作らせたら、はい、そうですね、まあ、アウディ風に言うとアバントなんでしょうけど、はい、そうですね、この辺のデザインっていうのはさすがだな、はい、で役付きでもそんなにこう大ぶりじゃないルーフスポイラー、ね、はい、だとはその代わり下側のマフラーに関してはこのサイズですよ、はい、もうでかすぎじゃない、マフラーでかいですよねただ RS4 だとまあまあまあって感じですよね、はい、そうですね、3でこのサイズだとサイズだとちょっとこうやっぱきなと思います、ね、なりますね、はい、この味で、この辺もカーボンになってるんですね。カーボンですね、はい、こことここがしっかりカーボンになってると、はい、あとは今回エンブレムなんかもしっかり黒いんで、はい、全体的には本当にパッケージというかまとまりが、まとまりいいですね、いい車になっております。
じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、内装もこの車かっこいいんですよね。いやちょっとおしゃれすぎちゃって、はい、これ良くないですか。これいいです。この色の組み合わせってなかなかやっぱりないですよね。ないですね。外装から見たら赤黒、はい、ああはいはい、じゃあ中黒でしょ、はい、思いきや、はい、中はこのシルバー内装ということ で、 そうなんですよ。こちらが RS 標準のファインナッパレザー S スポーツシート、はいはい、これいいっすね。いいですね。だって僕好きなのはこのファインナッパレザーシート、はい、あのスベスベレザーなんですよ。はい、そうですね、うん、あのメルセデスのアルティコとか、はい、あの BM のダコタとかも脂肪のある、はい、頑丈な感じもいいんですけど、はい、このスベスベな感じって、はい、アウディ独特だったりしますけど、独特です、はい、すっごいいいですよね。はい、で今回1万約3000キロということなんですけど、はい、コンディションも良好で、コンディションもいいですね。白だとどうしてもあの汚れとか、そうなんですよ、気になっちゃうじゃないですか。はい、だとシワになった時に、はい、そのシワの間に汚れが入りやすい、そうなんです、シワが目立ちやすい、はい、で今回のは割とコンディションも良好ということで、はい、そうですね。でも乗りやすいか乗りにくいかで言ったら、はい、気使う方だと思うんですよ。いやそうですね、ちょっとやっぱりこうお色のところで、まあ、デニムですとか色移りしやすいものはちょっと控えてもらった方がいいのかなとは思うんですけど、今いろいろやっぱりそのメンテナンス系とかもいいのがありますんで、例えばコーティングしてしまうですとか、あとはそのメンテナンス用の、まあ、あの洗剤とかで使っていただければ、あの長くきれいに使っていただくことはできると思います。あとはうちでその納車前だったりだとか、はい、入庫時に、はい、施工するケースがある、その内装のクリーニングなんかも、はい、乗られている状態で気になるようであればご利用可能ですね。全然大丈夫ですね、はい、その辺言っていただければ移動できるかなと思います。はい、あとはカーボンのパネルにもなってますし、はい、これいいっすね。いいですね。この辺はかなり豪華さがアップしてるんじゃないかなと、はい、もちろんちょっと外から見るそのなんていうんですかね、かっこよさも必要かと思うんですけど、やっぱり運転するのは中に座って運転なので、まあ、ドライバー席に座っていただいて、やっぱこのカーボンのパネルが目に入るとちょっとこうやる気が出るってわけじゃないですか。テンション上がります、ね、テンション上がると思いますんで。もちろんあの走行性能に全く関係ないところですけど、はい、あのやっぱりこう中古車選びの中でついてたらいい部分、はい、いいと思います、なってくるかなと、はい、そしてあとは、RS4 なんで基本的に必要なものは全部ついてる感じ、ついてますね、バーチャルコックピット12インチ、はい、標準装備ですし、あとバングも標準なんですよね。バングも標準です、はいはい、なんでその辺の装備の良さはもう折り紙好きかなと思います、ね、はい、じゃ続いて乗ってみたいと思います。光るこのスカーフプレートもしっかりついていて、カーテシーもアウディスポーツになっているところです、はい、あと小島さんに教えてもらったんですけど、はい、高いマットだぜっていうことで、そうですね、はい、高いマットの方ですね、はい、これじゃ あの、はい、新車の時結構なオプションというか追加料金払ってます、ね、そうですね、ある程度そのカーボン系のやっぱりオプションが一番高額にはなってますので、外装だけで90万ぐらいするオプションですから、す、ね、はい、豪華車両になっております。そして乗り込むと、いやもうこれ安定のって感じじゃないですか。そうなんですよ。そしてこの横が高い、割とサイドサポートが高いシートですけど、はい、柔らかいじゃないですか。そうなんですよ、硬くないのですごくこうフィットするというか乗り心地のいいシートですね。あのこの色と、はい、あのこの感じなんで、はいはい、気を使ってこうここ踏まないように乗り込みたいところですけど、そうですね、仮に踏んじゃったとしても、お尻で潰しちゃったとしても、はい、割とこう柔軟性高いんで、高いです、はい、こうカッチカチのあるじゃないですか。あります、はい、いててててってなっちゃいそうな、はい、かなり乗り込みやすさもあるかなと。そしてシートのホールドはもう僕のわがままボディも優しく包み込んでくれる感じで、調整に関してもかなり細かくできる感じですね。なんかこのスイッチ類をなんかカッコつけないのがアウディじゃないですか。はいはい、そうですね、あのもう本当にもう質素な感じで作ってるっていうところがいいですよね、はい、もうここシルバーとかなんかちょっとこう、はい、余計な装飾ないですもんね。いいと思うんですけど、はい、そういうのはない、ないです、非常に真面目な、そしてランバーサポートなんかもしっかり調整できると、かなりフィッティングがいいです。あとヘッドレストの柔らかさ、硬さ、はいはい、重要だと思う、はい、もうちょうどいいです。そしてステアリングは毎回恒例、集合体恐怖症の人がちょっと、心配になっちゃうこのパンチングの、はいはい、ステアリングになっております、はい、そして下が D シェイプ、はいはい、平らになってるんでこの辺のスペースも確保できててかなり使いやすいかなと。あとはステアリング全体的に細めじゃないですか。細めですね。なんでその辺も僕はかなりフィット、このドラえもんみたいな手なんでフィットするかなと。はい、だとこの辺はおなじみなんで、はい、ちょっと省略しちゃいますけども、メーターに関してもこの見やすい、なおかつメディア関係がバッチリ表示できるバーチャルコックピット、
ただヘッドアップディスプレイはないんですよね。ないんですね、はい、これちょっとオプションがついてなかったですね、まあ、この辺は全然 OK じゃなかろうかと。あと今回の車はレーダー探知機もついてて、はい、ドライブレコーダーも、はい、ついてます、ついてるということで。そしてあとはこの辺もおなじみですので、はい、省略しちゃいたいと思いますけど、あとオプションで、はい、あのエアコン関係がないんですよね。ないです、はいはい、まあ、基本的に全部これ、はい、このシステムということで。そうですね、後ろがついてるとかついてないとか、はい、そういうのもないと。もう3ゾーンで前と後ろはついてきます、はい、あとシートヒーターだけオプションなんですよね。そうですね、はい、で、標準でフロントはついてるんですよ。で、リアもつけたかったらオプションで選んでねって形なので、リアのシートヒーターがオプションですよね、はいはいはい、こんな感じになっております。そしてあとはこの辺もおなじみですよね、はい、もう全くそうですね、変わらないと思います。ただちょっとこの辺もただのマットブラックのパネルじゃなくて、はいはい、このヘアラインというか、はい、少しアルミ調みたいな、はいはい、そうですね、ラインになってると。そしてこのステアリングと同じ素材の、はいはい、シフトになってて、あとこの辺もそのシルバーのレザーじゃないですか。レザー入ってますね。ちょっとこの内装が華やかになってかなりいい感じでございます、はい、あとはいつも思うんですけど、はい、この謎の隙間、この隙間あり、はい、そうですね、謎の隙間これ今前に出たので本当はこうなんですよね、はい、多分、はい、でこれ前に出してもここまで埋まらないですもんね、はい、毎回思うんですけど、意外にでもこれ便利なんですかね。逆にシュッてなんかこう入れたりとか、なんていうんですかね、完全に閉まっちゃう蓋とかだとやっぱりいちいちこう開けなきゃいけないとかって出てくるんですが、スライドさせて、まあ、取れたりとかっていうのはあるので、多分その辺を考えての作りではないかなと思います。確かにこれ慣れると一番便利かもしれないですね、はい、パカッと開くやつより、はい、高さ調整的な使い方もできるじゃないですか、はいはい、そうなんですよね。ただ深さがそんなにないんで、ないですね、はい、まあ、この辺は便利に使っていただけるんじゃないですか、はい、あと USB Type A が2系統と AUX がついております、はいはい、だと全体的な印象としては、はい、アウディ毎回乗って思うんですけど、はい、ピラーがとにかく細いんですよね。細いです、はい、細く見える、見えるように作ってますよね。こっち厚く取ってあるんで、はい、視界がすごくいいんですよ、はい、で後ろの視界もいいじゃないですか。いいですね、アウディのアバントって、はい、この辺の乗りやすさもあるかなと。で天井関係はファブリック、ファブリックで、はい、バイザーもファブ、あ、バイザービニールなんです、ね、ビニールです。そしてこんな感じで、でもビニールもただのビニールじゃなくてこのファブリックのこの生地の感じですね、生地の雰囲気があるビニールなんで、はい、あんまり違和感がないかなと。そしてあとはタルフが、はい、この助手、あ、後ろの席の真ん中ぐらいまでですかね、ありますね、はい、そうですね、はい、ちょっと開けてみましょうか。ちょっと失礼しました、失礼しました。こんな感じで、はい、開くのはこの辺半分ぐらい、はい、半分ぐらいまでですね、はい、全部後ろまで開いちゃうわけじゃないんですけども、はいはい、この辺もかなりいいんじゃないかなと思います。あとはペダル関係もアウディこう優秀だと思うんです。はい、フットレストはもう大きくて本当に安定感のあるフットレストですよね。本当ですよね、はい、バチッと置けるじゃないですか。置けます。結構輸入車特に、右ハンドルなんかだと、はい、半分しかないのとかありますけど、はい、この辺左ハンドルなのもありますけど、はい、バシッと OK です。そしてペダル関係も若干右にブレーキがオフセットしてるかなって気しますけど、ちょいこの辺も右寄りですね、はい、確かに、はい、違和感なく。そしてペダルもちゃんとこの装飾されてるペダルカバーがついてくるじゃないですか、はい、この辺もかなりいいんじゃないかなと思います。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろの席は毎回恒例、板尾さんレビュー、はい、私の方で、はい、これ今ふと疑問に思ったんですけど、これブリスター分のドアって、はい、あ、そのまんま、そのまんま、はい、厚くなってるんですね。厚くなってます、広がってるというか、はい、改めて見ることなかったんです。そうですね、はい、そしてこうやって見るとあれですよね、結構幅ありますね。そうですね、結構な厚みですよね、はい、S クラスぐらいありますね、はい、はい、でちょっと乗ります。そして乗り込むとちょっとこれ車高下がってる車なので、はい、ちょっと乗り込み逆に低いかなって感じはありますが、まあ、あの前側のシートと同じでやっぱりちょっと革シートが柔らかいのですごくこう、まあ、体をこうサポートするような作りではないんですけど、はい、まあ、自分の体重でこうサポートができるみたいなイメージのシートになってますね。で、まあ、天井に関しましては私で全然握り拳1個入るぐらいですので、175ぐらいまでの方だったら窮屈感なく座れるんじゃないのかなと思います。で、まあ、あのツッチーの、ドライバーズポジションですけど、まあ、全然余裕で足元ありますので、あの大柄な男性の方でもある程度ゆったり座れるんじゃないかなと思います。で、一応シートの先ほど3ゾーンエアコンということでお話ししましたけれども、吹き出し口2つと、まあ、温度調整ですね。で、あと、シガーソケットが1つございます。
で、まあ、ここ恒例ですけど肘掛けにパカッと出てくるやつですね。そうですね、はい。まあ、ここがちょっと小物入れと、はい、ドリンクホルダーをごまかしましたね、板尾さん。もちろんそうだ。パカッと開かす、はい、ドリンクホルダーこうですね、はい。そこももうみんなメーカーごとに違いますかね。こう1回押して出てくるやつとかパカッと開けるやつとか、はい、アウディに関しては1個ずつこう開けるタイプ。そうですね、ちょっとガチャガチャってなりますんで、こんな感じですね。あと装備的には、そうですね、装備的には以上なんですけど、やっぱり後ろもちゃんとあのカーボンのパネルとかあのドアにくっ、はい、ついてますので、ちょっとやっぱ高級感、スポーティーさがありますね。ただ本当にもうこの辺も これはちょっと革調なのかな。ここは革ではないですね。これはちょっと違いますもんね。革じゃないですよね。どうだろう、これ脂肪が、あ、そうですね、後ろ、知らなかった。脂肪があるから多分違うと思いますよね。後ろ同じレザーじゃないですね。じゃないですね、やっぱりちょっとこの辺違う、合皮な感じですよね。そうっすよね、はい、シートと違う生地、はい、改めて言われて初めて聞いた、はい、ただパッと見るともう本当に本革なのっていうような見栄えしてますので、色合い合ってますから、合ってますんで、すごくこの辺もちょっと考えて作られてるなと思います。じゃあ続いてトラックも見てみたいと思います。はい、はい、パーテルゲートのこちらのトランクは、容量の方が505リッター、はい、シートを倒すとマックス1510リッターということで、はい、余裕の広さじゃないですか。そうですね。ただあんまり横はえぐられてないですね。こっち側はえぐられてますけど、そうですね、こっちに関してはされてますので、はい、まあ、長さは結構使っていただけるかなと、はい、こんな感じに。そしてあとこの下もあるんでしたっけ。下あるんですけど、はい、もうむき出しです。なるほど、はい、これサブウーファーとバッテリーがこんな感じに積まれていると、はい。私ごときが言うのは大変恐縮なんですが、物申していいですか。どうぞどうぞ。これが取れちゃうんで、はい、そうなんですよ。そしてなおかつ、はい、こうなんか止めるのないんですね、はいはい、普通だとなんかこう引っ掛けて固定したりとか、はい、収納じゃないからじゃないっていうことだと思います。まあ、ちょっとまあ入れとけるけど収納としてのスペースとしてはやってないよっていうような感じなんではないかなと思います、うん、おそらくそうですよね、はい、一収納として使うんであれば多分これも取れないし、はい、止めとく何かがあると思います。そうですね、はい、そもそもそこのカットがこう楕円みたいになっちゃってる時点で、あ、多分そうですね、あのそこまで考えてないんだろうな。構造的にもそれができないので、はい、おそらく、まあ、基本的にもうバッテリーもむき出しですから、そうですね、まあ、収納として使っていただくっていうのはあまりよろしくないかな、はい、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてボンネットの方、はい、あの、はい、テイク2、ややテイク2気味ですけど、ね、はい、これ今開けて取ろうぜって言ってたら、はいはい、このボンネットあれ開かない開かないと思ったらこんなに重かったでしたっけ。いやいや、あのもっと軽いイメージでした。ですよね、はい、これアルミじゃないんですかね。じゃないんですよね。っていうか最近このボンネットだけに限らず、はい、あの少しバックした時に衝撃を受けることが結構あるんですよ。はい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 、つい先日 のマフラーの音じゃないですけど、はい、だ今車軒並み軽くなってて、はい、知らず知らずの間に、はい、なんかそれに慣れてってるじゃないですか。慣れてますね、はい、でちょっとバックして、はい、例えば重いものとか、はい、大きい音が大きいものとかを、はい、もう一回聞いた時にあれ？あれってなりますよね。これまさにそうです。そうそうです。あれロックまだかかってんのっていう感じでしたもんね。これめっちゃ重いですね、ボンネット、はい、これちょっと重たかったですね。びっくりしました、はい、ただこれ先代よりかかなり軽くなってるみたいですね。あのそうですね、はい、あの総重量でいくと1700キロぐらいあるみたいなんですけど、はい、あのパーツごとでいうと、はい、何十キロ単位でいろいろミッションの差し回りとかいろいろ軽くなって、はい、先代より80キロぐらいなんか軽くなってるみたいなので、はい、そうですね、まあ、かなりその辺なんかは、はい、まあ、車の動きに影響してくるかな、はい、そして前置きが長くなっちゃいましたけども、はい、エンジンの方がおなじみの 2893cc V6 ツインターボ450馬力ということで、はい、これが先代からググッとこうダウンサイジングしましたけども、はい、トルクの方はなんとアップしているという、はいはい、これ なんかもう車のパッケージと、はい、もうすっごいマッチングいいと思うんです。マッチングいいですね、はい、もちろんその63みたいな、はい、もう車より先にエンジンがいっちゃってる感じの、はい、僕の個人的な意見ですよ、はい、アンバランスな感じというか、はいはい、エンジンが先行ってる感じもすっごい魅力なんですけど、はい、このパッケージもすっごいまとまりいい感じ、はい、これってこのアウディの RS シリーズ、はい、この年代のしかないなって思ってます、はい、そして組み合わせるミッションの方が発足オートマン、はい、それとあとスポーツデフの方が標準装備になってると、はい、であとスペック的なものでいくと、マックス250キロ、これパッケージ本部の方で入れると280キロになりますね、はい、なるやつもあるんですよ、はい、でなおかつ ACC も250キロまで使えるということで。そうなんですか。それ知らなかったです、はい、もしかしたら本国仕様だけかもしれないですけど、はい、一応車の機能としてはそういうものが備わってるみたいです。あ、そうなんですね。そして0100 4.1 秒ということで、はい、
今まあ3秒台もザラですけれども、はい、この4駆のトラクションと、はい、このボディが4秒台で飛んでいくとかなり速いんじゃないですか。だと先ほど伊田さんと一緒に予習しましたけれども、はいはい、4駆のシステムの方が、はい、もちろんフルタイムなんですけども、はい、フロント40、はい、リア60をスタンダードに、はい、マックスフロント85、はい、リア70の、はい、まあ、振り分けできる、はい、だ0、100にはならないシステムなんですね。ならないですね、はいはい、こちらの4駆のシステム、はい、でいろんな、お客様の話だったりだとか、はい、うちの販売担当のスタッフから聞くと、はいはい、やっぱりこう豪雪地帯だったりだとか、はい、あと北海道だったりとか、はい、あの辺でこのアウディの、はい、この支持率というか高いですよね。やっぱり安心だよねっていうのは、はいはい、板尾さんもやっぱり聞くケース多いですか？やっぱりそうなんですか？やっぱりもうアウディのクワトロが一番いいっていう話を聞きますね、はい、なるほど。特にやっぱり東北、まあ、あとは北陸その辺の お使いの方ですね、はい、じゃあ今四駆の仕組みを作ってる会社がいろんな会社に卸してるんで、はい、まあ、いろんなメーカーでいろんな名前で四駆のシステムありますけど、ね、やっぱり積み重ねてきたものが違うんですね、はい、多分違うと思いますね。あと一応その四駆のメーカーのものもアウディが専用でチューニングしてやってるんですよね、はい、そうです。微妙になんか味付けが違う、違いますね、はい、本当だったらこの四駆のシステム、はい、まあ、いろんなそういうシチュエーションで試せれば一番いいんですけどね、理想だと思うんですけど、はい、まあ、今回残念ながら、はい、まあ、待ちの入りですけどこの後ちょっと乗ってみたいと思います。続いて東海路見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。 RS4、RS5 この辺はい、久しぶりなんで。そうですよね、はい、あ、その前ちょっと板尾さんいいですか。いいですよ。いいっすね。マジっすか。いいっすね。え、このアクティブサウンド感がやばいなと確かにそうですね、はい、外で聞いた時は、はい、あれですよね、全然気にならなかったんですけど、はい、中に入ると気になりますよね。この運転席に座ると、はい、普通のガソリン車でしない音がしない場所から鳴ってるなっていうのをすぐ分かりますね。その辺にいますね。この辺で鳴ってますよね。その辺にいますね。いや、前全然気にならなかったんだけどな。なんか久しぶりに乗ったらすごく気になるようになってしまいました。私、これ切れないんですかね。え、どうなんですかね。カプリストとか入れて、ちょっとマフラーもうちょっといい音するようにして、はいはい、アクティブサウンド切りたいな。そうですね。そうするとバッチリかもしれないですね。いや、なんかハイブリッドとか、はい、ディーゼルとか、はいはい、まあ、あとはなんかもう物理的にどうにもならない車は今いいじゃないですかって感じですよね、うん、はい、でもなんかもうすごく良くなるポテンシャルがなんかあるのに、はい、うんってちょっとわざわざこんなものをしなくてもって感じですね。最近市場で音のことしか言ってないですね。あ、そうですね、はい、そうですね。ちょっと話題を変えましょうそう、はい、ボンネット重たいって騒いでたじゃないですか、はい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 、あの後僕車に磁石をくっつけて全部調べたんですよ、はい、びっくりですよ。年式なのか、はい、まあ、仕様なのかわかんないですけど、はい、この車、はい、外装のパネル、はい、トランクゲート以外全部スチール。スチール。マグネットがくっつかないのはトランクゲートだけでした。へえ、あ、そうなんだ。びっくりじゃないですか。今珍しいっすよね、今っていうか。
だからこれが後期になるとアルミになったりするのかどうか分かんないですけど、ていうか対向車がずっとハイビームで超眩しいですね。そうですね。いやだからこれが年式でなんか何年からアルミになるとか、はい、ちょっとその辺は詳しく調べてないんで分かんないですけど、はい、少なくともこの個体に関してはあの外装の外反パネルは、はい、あのリアゲート以外、はい、全部あのマグネットがくっつく、はい、でしょ。ちなみにうちの在庫車両あのほとんど、はい、あのくっつかなかったです。そうですね、ウルスもそうだし、フェラーリもそうだし、はい、ポルシェもそうだし、ポルシェはボディだけかな。はい、はい、そうですね。そして乗った感じは、うん、いわゆるローダウンした車っていう感じの、そうですね、もうローダウンの特徴がちょっと出ちゃってますかね、はい、今ダイナミックに、はい、してありますので、一番足も硬いですけど、これもうちょっと車高上げた方がいいかもしれない、ね、そうですね、ちょっと車高上げれば変わると思うんですけどね、はい、少しストロークも足りない感じが少し、まあビジュアル的にはこっちですけどね、まあ、見た目はもう断然こっちなんですけどね、そこのバランスは作らないとダメですね。うわいいな、やっぱりすごい安定感、安定感ありますよね、はい、もうどっから踏んでってどっからハンドルどんだけ切っても大丈夫なんだろうなっていう、いや本当はダメなんでしょうけど、本当ダメだと思います。なんかそう、そうじゃないかなって思わせる、思わせる車になってますよね。そうですよね、なんか車から帰ってくるものがそういう感じするんですよね、はい、なんかもうタイヤの感じもすっごい掴みやすいし、もうあとオプションって言ったらカーボンセラミックとヘッドアップディスプレイぐらいですもんね。そうですね、ないので、はい、カーボンセラミックってそうそうないんじゃないですか、あれですね、あんまり時々見かけますよ。そうですね、あんまりでもいないと思いますね。うわ乗りやすい、ちょっと車高と乗り心地がそうですね。あとは中でちょっと話したんですけど、はい、やっぱりデザインが秀逸っすよね。そうですね、デザインいいと思います。本当にあのテールランプからこの横のキャラクターラインから全部こう一周つながるラインで、はい、でボンネットのこのラインもちゃんとバンパーのグリルの脇と、はい、そうですね、一番上のとんがってるところにこうシュッて消えてくる、はい、シュッと言ってますよね、はい、で下のキャラクターラインもちゃんとあの、はい、サイドスカートとボディのつなぎ目のところにこうシュッと切れ て、はい、そうですね。でもいろんなデザインの車あるんですけど、はい、やっぱりなんか僕の個人的な意見ですよ、はいはいはい、なんかパッと見の印象で、はい、おなんかかっこいいなって思わせる車って、はい、やっぱりなんかそのデザインがすごい凝ってたりとか、そうですね、はい、だフェラーリとかってそういうところだと思うんですよ。そうですね、はい、デザインセンターがデザインしたやつにしても、ピニファリーナがデザインしたやつにしても、なんかこうおっていう、こうところありますもんね、インパクトあるじゃないですか、はい、だからそこってすっごい奥深いですよね。だ最近好きで、うん、あの車のデザインについて、はい、まあ、そのデザイナーの人が解説する動画とか好きで見てるんですけど、はい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 、めっちゃ面白いですよ、見てください、今度見てみます、勉強になります。もうそれあれですか、輸入車国産問わず、まあ、いろんな車をやってるんですか、はい、日本人の方で、はい、そのいろんな日本語でレビューしてるやつもあるし、はい、あの僕好きなのはそのアメリカ人が、はい、まあ、いろんなメーカーのレビューしてるやつもあるんですけど、車を見てレビューして、はい、そういうことなんだっていうのが結構、ちょっと気になりますねそれね。あと今回色味がすっごいいいと思うんですよ、本当に色の話しかしてないんですけど、これ赤黒、赤黒いいですよね、はい、だとチラッと見えるこの内装のシルバー、はい、シルバー、そうですね、板尾さんにもしかしたら言ったかもしれないですけど、私あの色彩検定3級を、はいはい、所有者でございました。伺っております。デザインというかその色のバランスの黄金比って、はい、6対3対1もしくは7対、2.5 対 0.5 だかな、はい、まあ、とにかくその、そのぐらいの比率なんですよ。比率でこう入れていくとってことですよね。そうです、メインカラー、はい、ベースカラー、アソートカラー、はいはい、アクセントカラーっていうことで、だそのバランス、まあ、もちろん違うバランスで成立してるケースもあるんですけど、一番鉄板なのはその6対3対 1、はい、で今回なんかメインカラーベースカラーが赤で、はい、アソートカラーで黒が入ってて、はい、で1割のとこで内装がチラッと見えたりとか、はい、あとなんかその他のヘッドライトの中だったり、はい、メッキっぽいところはチラッと見えたり、はい、だそういうのもあるのかなって勝手に
思ったりしました。そうですね、その辺ってすっごい難しいですよね。いや難しいと思いますよ。同じ車でもなんかそのカラーコーディネートですごいかっこよく見えたり、はい、うんって。そうなんですよね、はい、この色とかっていうのもあるじゃないですか。すっごい難しいですよね。だから新車は新車でそれを組み立てる楽しみあるし、はい、で中古は中古でそのそういうのを探す、はいはい、その特に中古車の仕様って選べないじゃないですか。選べないんですよね、はい、でもちろん後から交換できるものもあるんですけ ど, すけど、ねはい、なんかこう自分が思ってなかったけどすっごいかっこいい組み合わせとかも、はい、ありますよ、ありますよね、はい、そういうの楽しいですよ ね, そうですね。こんなオプションあったなとか、こんな組み合わせ意外かっこいいなかっこいいなってありますね。確かに僕らもよくあのカーセンサーとかよく見ますけど、うん、見ててやっぱりこれ良くないとかっていうのやっぱりありますもんね。だと実写とその写真と映像の違い、そうなんですよ。そこも結構大きかったりするので、まあ、実際その画像で見て、はい、いいなと思って見てみたらあれって印象違うこともありますし、その逆もありますからね。ありですよ、はい、もう実写なんか雰囲気めっちゃいいじゃんっていう、はい、それでは参ります。恒例のお願いします、はい、ちょっとダイナミックにしましょうか。そうですね、はい、いきます、はい、早いあのぐらい回すとあの、はい、作られてる音がそうですね、はい、気にならないですけど、そうですね、あの聞こえなくなってくる感じですね。ちょうどダイナミックで2000回転3000回転ぐらいがなんか多分なんですけど、マフラーのボリュームと、はいはい、その作られてる音のボリュームの、はいはいそうですね、比率が多分そこですね。多分これ低回転だと多分作られてる音が大きすぎちゃう、はい、大きいんだと思いますねこれ。いや早い、こんな早かったでしたっけ。もう早かったと思います、はい、すごい。あとはどんだけこうガバッて踏んでも、はい、わーっていう感じじゃないですよ。 ないですよね。もうハンドルもなんか本当にまっすぐそのままでガーっていく感じですもんね、はい、車が本当にまっすぐガーって進む感じ、四輪こう捉えてガーっていく感じ、はい、で楽しいか楽しくないかといったら、まあ、ちょっと安定しすぎちゃってるのかなっていうのはあるかもしれないですけどね。そうですね、なんかこう スリリングな感じでワクワクする感じは多分ないないですよね。だからこれ運転上手い人が乗ったらアウディってめちゃめちゃ速く走れますよねこれ。と思いますよ、はあはあ、だってこれだけトラクションがガンガンかかって、だから あんだけ踏んでもらっても隣にいてその怖さがないんですよね。もういいんじゃないかなって。そうですね、僕全然乗れるんですけど、はい、もうちょっとだけ車高上げた方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、いい車だ。うちの神さんからはちょっと乗り心地悪くないって。そうですね、ちょっと多分女性の方とかからは出ると思いますね、はい、パートナーからは言われちゃうかもしれないですね、はい、いきます。早いめっちゃ早い。早いですね。R スポいいですね。先週 GLE 撮ったじゃないですか、ロクさん、はいはい、なんか GL よりも E よりもなんか速い気がするんですけど。そうですね、なんかスピード感、この加速感というか感じるものとしては圧倒的に速く感じますね。そうですよね。あと車がそんなにこうめちゃくちゃ軽いボディじゃないじゃないですか、はい、1.7 ぐらいあるんですけど、はい、軽く感じる。感じますよね、多分。やっぱり多分それトラクションの差なんだな、はい、だこれもっと本気出してなんかドアもアルミとかだったらとんでもない車が。そうですね。ただやっぱりそこは普通のバントからの進化系ということで、はいはい、しっかり残ってるところなのかなと。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、途中何回も間で話が出てきましたけど、はい、赤僕個人的にはかなりいいと思うんです、まあ、すっごく僕見るまではまあ、ちょっと画面で見たりとかしたことあったんですけど、実際
際見てみたらこの黒と、この赤あと中の内装の白めちゃめちゃかっこいいですこれ、はい、まあ、もちろん真っ黒黒とか白とか定番のありますけど、はいはい、アウディって結構緑とか赤とか、はいはい、そうですね、青とかってもうすっごい似合うじゃないですか、はい、似合いますね、はい、これかなりいいんじゃないかな、いいと思います、はい、そしてプラスアルファ、はい、例えば車高の調整もそうですし、はい、タイヤホイール変えるだけでもかなりイメージ違うと思います。変わりますね、はい、あとはマフラーの音聞きましたけれども、はい、あのうわめちゃくちゃいい音してるなって感じでは、はい、割とこうもう音量が絞られてる、そうですね、年代なんであれですけど、はいはい、すごく音が良くなりそうな、はい、あのポテンシャル秘めてますよね、はい、秘めてる感じはすごく受けました、 すごいありますよね、はい、これもどうやってなんだっていう感じじゃなくて、はい、やっぱり しっかり V6 サニットあるし、はい、あのこの次からもうクランキングの音しないじゃないですか、ハイブリッドとなって、はい、そうですね、はい、だその辺のもう純ガソリンを楽しみたい方に向けても、はいはい、すごくおすすめできる一台じゃないかなと思います。ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はアウディ RS4 アバントをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。